ここはゲッツーを取りたい場面ですね。打ちました。これはどうだ。ピッチャー取った。二塁送球、セカンドフォースアウト。さあ2アウトながら一塁には追加点となるランナー、バッターはエルナンデス。そして塁上には吉川。盗塁を狙えるランナーではあるので、チャンスがあれば狙いたいですね。ええ、どう動いてくるでしょうか。走りませんね。盗塁を警戒しながらの投球になります。スリーボールナッシングです。打ちました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたが、ジャイアンツ得点はありませんでした。5回終わって2対1、ジャイアンツが1点をリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、先制のランナーを置いて迎えるは3番堂林、センターへ運ぶタイムリー。ジャイアンツ先手を取られます。2回の裏、チャンスの場面、打ち返すも内野ゴロ、同点のチャンスを逃します。3回の裏、一打同点という場面、3番エルナンデス、レフトへ弾き返すタイムリー。ジャイアンツここで追いつきました。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。東京ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。カープ打順よく1番から始まります。秋山バッターボックスに入ります。初球打ち、これはどうか、センターに抜ける、これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。ここは初球を狙われた形になりました。まあ、狙われてましたかね。さあ同点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには野間。ここは送ってくる可能性が高いでしょうね。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。この盗塁は阻止したかったですけどね。ワンヒットで追いつかれてしまいますからね。やはり足のあるランナーは怖いですね。はい、そうですよね。まあバッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。そうですね。さあここをしのいでいける。送ってきた、左方向へ転がした、ピッチャー取った、内野安打、野間、これが今日の初ヒット。守備陣の裏をかかれた形となりました。バッターランナーも出塁しています。まあもう少し警戒というか、可能性はあると思って守りたかったですよね。バッターボックスは3番堂林。ジャイアンツ連打でランナーを増やしています。ちょっと連打を浴びてるんでね、ここは踏ん張りどころですね。はい、さあここをしのぎきれるでしょうか。さあ同点のランナーを背負ったこの場面です。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。追い込んだんで三振を狙っていきたいですよね。ファウルです。ストライクです。外の低め見極めます。
さあ勝負してくるのか。徹底した低めですね。この場面だとそうなるでしょうね。なるほど、次も低めで来るんでしょうか。里崎さん、三振を狙うリードというのはセンターへ。さあサードランナーはどうする。さあ同点のランナーがスタートする。サードランナーホームイン。堂林、きっちりと犠牲フライを決めました。試合を振り出しに戻されてしまいました。今のシーンです。この犠牲フライで同点ということになりました。まあもう少し長打を警戒して組み立てをしてもよかったでしょうね。ここで追いつかれました。犠牲フライでランナーが帰っています。さあ一塁に勝ち越しのランナーを許しています。バッターは小園、そして一塁ランナーは野間。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。セーフ、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。この盗塁は痛いですよね。これでワンヒットで勝ち越しの場面になってしまいましたよね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。まあそうですよね。そういった機動力を重視したチームがね、増えている印象はありますよね。外の球打った。ファーストが抑えた。そのまま入って一塁アウト。ツーアウトランナー三塁とか。バッターボックスには代打の相澤。さあ里崎さん、ここは抑えておきたいところですよね。まあそうですね、この代打が成功してしまうと流れが向こうに行ってしまう可能性ありますよ。そうですね。さあ勝ち越しのかかった場面となっています。やはりランナーがいると初球も慎重になりますね。ああやはりそうですか。まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。なるほど、そうですか。低め打った。ショート取った。一塁送球。一塁アウトでスリーアウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。2対2カープ同点に追いつきました。6回の裏カープに選手の交代がありました。ただいまの回代打の相澤そのまま入る。6回の裏、さあジャイアンツこの回は4番から始まります。バッターは岡本。先ほどの打席で一時勝ち越しとなる打点を挙げています。まあできれば打って決めたかったでしょうけどね。ここはいいバッティングをしてアピールしたいですよね。期待しましょう。ジャイアンツ同点で迎える6回の攻撃です。高めスライダー外れました。ライト方向を流しました。打球はライトへ。ライトが取りました。バッターボックスは5番大城。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。次が2球目。インサイド詰まりながらもセンターへ。ここはフライになっています。センターが取りました。ツーアウトです。バッターボックスには6番坂本。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。打ちました。セカンド取る。一塁アウト。スリーアウトです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。6回終わって2対2同点です。7回の表、
両投手の好投が続いていますが、小宮山さん、いや本当に一歩も譲りませんね。そうですね、まあどうでしょうね、相手よりも先にマウンドを降りたくないという気持ちはやっぱピッチャー強いですからね。そうですよね。その打ちました、取った、一塁へ送ります、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには代打の松山。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは三振取れることが理想ですけど、とにかく塁には出したくないですね。なるほど。さあどう組み立てていくのか。最初は変化球持ってきました、ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。アウトロー外れます。インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となりました。ランナーを背負ってのピッチングになります。ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。さあここでカープダイソーを送ります。セカンドランナーは大森、ヒットでランナーが帰れば勝ち越しです。さあジャイアンツ、勝ち越しのランナーを背負った場面です。この場面の1点は大きいですからね、丁寧に攻めてほしいですね。なるほど、そうですね。まあこういった場面で力んでしまうことがよくあるピッチャーですから、まあここは落ち着いて自分の投球をしてほしいですね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。カットボール、ここは見ます。追い込みました。まあこのバッター右に打って進塁させようという意識あるかもしれませんね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。レフトへ、これは大きいぞ。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン、カープ勝ち越しました。3対2、ジャイアンツさらにピンチが続きます。抑えたかったんですが、この場面で勝ち越されてしまいました。そうですね、厳しい展開になりましたね。この終盤でリードを奪われます。さあ打席には先発の床田が入ります。まあここまで好投してるんで、やはり続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。空振り、当たりません。インコース、これは外れます。これが3球目、外低め、ワンボールツーストライクです。これは内へ外れます。空振り、
ここは空振りでアウトを取りました。まあここは2アウトになったんでだいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、ここで申告敬遠を選択、勝負を避けました。バッターは1塁に向かいます。さあ、そしてバッターボックスには野間が入っています。さあ、ピンチは続いています。この流れをここでしっかり食い止め、内のボール打っていった、高い打球になった、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。3対2、カープが1点リードと変わっています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。7回の裏、カープに選手の交代がありました。ただいまの回代走の大森、そのまま入りレフト。ジャイアンツは代打を送ります。バッターは長野。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは